こんばんは、鹿の間です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。2年前の私をご覧ください。乾燥肌で敏感肌でニキビができやすい肌質をしていました。ちょうど2年前ぐらいにスキンケアを趣味にするっていう宣言をしまして、そっから2年間たくさんのスキンケアを使ってきました。本当に紹介したいって思えるスキンケアが揃うまではこういうねスキンケアルーティンとかを紹介しないようにしていて、でようやくもう本当に長い間使って本当に良かったスキンケアっていうのが固まったので、今回は久しぶりにナイトスキンケアルーティンやっていこうと思います。もう本当にねニキビが全くできなくなった。なので同じ肌の方、敏感肌さんとか乾燥肌さんとか、ぜひね参考にしてほしいなって思います。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくりしかの間でお過ごしください。ほぼ夜のスキンケアって一緒なんですけど、肌の揺らぎ具合だったり肌荒れ具合、一日のね気温によって、まあクリームとか美容液は変えたりしています。最近のメイク落としは変わりました。昔と私が毎日使っているクレンジングがこの2つです。シェルクルールのナチュレポーベーシッククリームとシュウエムラのビューティークレンジングオイルです。もう基本この2つしか使ってません。シュウエムラのクレンジングはオイルタイプでかなりしっかりアイメイクも落としてくれるので気に入ってるんですけど、やっぱ私オイルだと少しニキビができたりもしてしまうので、濃いメイクの時と肌が強い時にこのシュウエムラ使ってます。基本はもうこっちですね。これは本当に敏感肌さんすごいおすすめしたいクレンジングで、こんな感じのクリームタイプです。ミルク系って言ったらいいのかな。こうやって肌に馴染ませていくと徐々になんか少しこってりしたオイルっぽい質感に変わりまして、メイクをね浮かして落としてくれます。これがですねすごい肌が突っ張らなくって、乾燥肌の私でも助かってるんですよね。まあ少し手間って思うかもしれないんですけど、すっごい濃いアイメイクとかは落ちなかったので、先にねアイメイクリムーバーとかでアイメイクは落としておいて、ベースとかはこれで落とすようにしています。これを使い始めてから本当に肌のごわつきとか乾燥カサカサ感がなくなったので、特にこれからの秋冬クレンジング迷ってる方はこれすごいおすすめです。続いて導入液としてディープログラムの寒暖バリアエッセンスを使っています。これも2年ぐらい使ってるかもしれん。正直もう量がすごい少ないので毎回リピするかなって悩むけども、これ以外いいって思えるものにあんまり出会わなくて結局リピしてます。テクスチャーこんな感じ、とろみがあって伸ばすとオイルみたいなぬるっとした感じはなくて結構水っぽい感じですね。名前の通り寒暖差に着目したスキンケアになっています。まあ私もねニキビはできないものの、寒暖差によって肌がごわついたり、ニキビがあるわけじゃないのにめっちゃ化粧のり悪いとかありません？まあどういう効果があるかっていうと、私的にザラついた肌がすごいつるんと滑らかな肌になるっていうイメージだから、これは本当に毎日欠かせないんですよね。いつもしっかりとねスキンケアしているのになんでか調子悪いって方は、本当にスキンケアの一番最初にこれを取り入れるだけでかなり肌質変わってくると思うので、これはもう人生スキンケアとしても永遠に使い続けたい、揺らいだ時はこれをね一滴でも肌に使ってあげたいなって思う一品です。今回ちょっと案件ですかって聞かれそうなぐらい出てきますが、こちら化粧水もディープログラムのモイストケアローションです。肌荒れ時期にディープロに出会って使い始めたんですけど、本当に使用感が素晴らしくいいのと、肌荒れがねさーって引いたんですよ。これを使ってる時が私の一番ベストな肌になるので今でも手放せないです。ディープログラムって肌質によってアイテムを変えれるように結構種類がたくさんあるんですよ。で私が使っているのが乾燥肌向けのスキンケアラインです。このピンクのですね、もうね本当にモイストケアってだけあってすごくしっとりしてます。すごい大粒のね化粧水ってわけではないんですが、結構さっぱりしてて肌にスーッと伸びてくれるんですよ。なんだけどもしっかりと長時間保湿してくれますし、まあまあ値段するんだけども、これもあのしっとりするので少量だけでもしっかりと保湿してくれますし、 Dプログラムっていうのが本当に低刺激性で敏感肌に寄り添ったスキンケアなので、乾燥気になってる方とか肌が薄くて弱い方に私はおすすめしたいですね。でこれを私はコットンに浸していきます。結構たっぷり使います。寒い時期はファンデーションが本当にボロボロ落ちて粉吹いたりしちゃうので、ファンデーションをね綺麗に保つためにもこういうねしっとりとした本当に保湿重視のスキンケアって欠かせないです。基本化粧水はほとんど買えないで、たまに化粧水を使わない日買えるってなるとこの
パックを使ってます。これがですね、クオリティファーストのダーマシリーズですね。セラミドを使ってます。割と最近出たアイテムなんですけど、私これ3個目ですね、リピしました。これがさ、ちょっと美容液の量伝わるかな。とにかく私が出会ってきた中で一番美容液入っている、ちょっと化粧水しちゃったんですけど、こんな感じでガーゼ系って言ったらいいのかな、結構透明よりも白に近いマスクパックで、ベタベタしすぎてないけどかなり美容液たっぷりなので保湿力はあります。まあ、そもそもセラミドって肌にある成分で、それがかけてしまうと乾燥が悪化したり、肌のねバリア機能っていうのもどんどん下がってくるので、全体的にコンディションが悪くなるんですよ。だから定期的にセラミドっていうのは肌に入れてあげて肌の調子を整えてます。このパックをねすることによってかなり肌荒れ軽減しましたし、乾燥肌さん特におすすめです。これは週に1、2回やってます。続いて美容液、美容液は肌のコンディションによって使い分けてます。使い分けてるのはこの2つ。じゃじゃん、新しく買ったから箱まずこちらキールズのリニューイングセラムです。はい、これはレチノールですね。ちょっと前にニキビ跡を私は消すっていう動画を載せたんですけど、それですごいおすすめされて買ってみたアイテムです。これがねとっても良かったので私は毎日使ってます。でニキビ跡の結果は今こんな感じです。まあ、まだあるけど凹凸がなくなって少しずつ小さくなってきました。出してみるとこんな感じです。まあ、美容液というかクリームみたいなテクスチャーで、こんな感じで黄色っぽいクリームで少し軟膏っぽいかな。でレチノールっていうと攻めのスキンケアとも言われているんですが、このキールズのレチノールっていうのは攻めながらも守る美容液になっています。なんで攻めって言われてるかっていうと、 A 反応って言って皮むけだったり、まあ、ピリピリしたり赤みっていうのが感じられる。まあ、これがなんか副作用ではないんですけど、まあ、誰にでも起こり得ることっていうのが A 反応であって、そういう皮むけ成分があるレチノールが入ってるんですけど、刺激からね肌を保護してくれる成分っていうのも入っているので、ほんとちょうどいいバランスの取れたレチノール入りのスキンケアかなって感じました。皮むけしてないです。本当に肌質によるかもしれないんですけど、多分使ってるスキンケアたちが保湿メインっていうのと、まあ、それこそセラミドを使ってたりもするので、使い合わせがねすごい良かったのかなと思います。全顔に使うのはね私の肌の薄さ的に少し怖いので、いつも気になってる部分のみ塗ってます。なのでニキビ跡部分に塗り込む、小じわ気になってるところにもすごい効果的なので、まあ、そういった部分に塗り込んでいって、でニキビはなくなったものの、私は毛穴が最近気になり始めたので、レチノールを使ってね毛穴ケアも一緒にしています。どんどんねターンオーバーが促進されるので、ニキビ跡も徐々に薄くなってくるんですよ。現時点で本当に小さくなってきているので、コンシーラーを使う量が本当に減った。でレチノールで言うと、お気に入り紹介でもお話ししたレチシカイニスリーのものなんですけど、これもですねすごいよくって使ってたんですけど、私的にもうちょっと攻めてもいいかなと思ってキールズを使い始めました。で肌がねちょっと敏感になっている時は、これはねレチノールとシカが一緒になった、もうこれよりも割と刺激は控えめかなって私的に印象があって、レチノール初心者として手出すのだったらこっちのレチシカの方がおすすめかもしれません。ちなみにこのレチシカクリームの方はですね、こんな感じでクリームっていうよりもオイルっぽいテクスチャー、張りが出たし、この辺の毛穴がねマジで引き締まりました。だからこれもね結構欠かせないアイテムではあります。キールズの美容部員さんもおっしゃってたんですが、レチノール自体が紫外線、空気、温度によって簡単に劣化してしまう成分だそうで、だから朝よりも日に当たらない夜がかなり効果的だそう。でもう一つですね、レチノールが使えない肌が敏感になってる時期にマジで助けられていたのがこの CNP。 雑すぎはい、こちら CNP のアンプルでございます。 35mm で結構大きいサイズ買った。そもそもプロポリスっていうのが、ミツバチが自分たちの巣の内部を保護するために植物から分泌される保護成分を自分のね針と酸素をうまく結合してできた成分らしくって、でこれが肌の保湿だったりツヤにすごい効果的って言われてるそうです。テクスチャーはこんな感じ。本当にねなんかハニーみたいな色味とテクスチャーがあって結構トロってしてます。特に肌にね水分が足りてないなって時とかはこの美容液絶対に使えますし、これ使うと肌のくすみっていうのも改善されるので、
肌ちょっとね明るくしたいな、美白したいなって時とかも使っています。マスクもそうなんですけど、人間ってホコリとかでも肌が荒れてしまうんですよ。まあそういう外部からの刺激によって肌のリズムが崩れた時、そういった時もリズムをすごい綺麗に整えてくれて、本当に調子がいい健やかな肌にしてくれます。これはもう完全に守りの美容液として使ってます。そして最後がすごく重要な二タッチですね。まずはDプログラムのモイストケアエマルジョン MB 使ってます。この乳液が良すぎる。正直Dプロって高いから、私なるべくDプロじゃない、もっと安い、たくさん使えてちょっと罪悪感がないスキンケアに乗り換えようと思って、いろんな乳液試してきたんですけど、もうやっぱりこれじゃないとダメってぐらい返ってきます。もうこれじゃないとダメらしい。テクスチャーはこんな感じです。これもねベタっていう濃厚っていうような乳液ではないんですよ。もうこんな感じでサラサラと伸びてくれるし、伸びがねとってもいい。結構水っぽいです。水っぽめの乳液、本当に普段使いしやすいです。結構こってりしすぎると私がニキビできてしまったりもするので避けてるんですが、ベタつかず朝までしっとり感をキープしてくれる。で、Dプロ自体が低刺激透明で、まあ、防腐剤も入ってないですし、私がねアルコール系が肌かなりひりついたり赤みが出るので、そのアルコールも避けてて、まあ、エタノールアルコールもこれフリーだし、無香料無着色で、本当に私が肌荒れやすい原因っていうのが一切入ってない。肌荒れのね原因でもある悪玉菌の増殖を抑えてくれたり、そういった効果もあるので、まあそれこそ季節の変わり目だから、この揺らぎやすい時期でもいいので、ぜひねライン使いしてみてほしいです。で、そうだ、乳液でね、まあ終わりではあるんですけど、まあスペシャルケアとして使ってるのと、もう肌が急激に乾燥してやっバイって時に使うのがあるので、それも紹介します。こちらですね、ファミュのローズウォータースリーピングマスクでございます。こんなテクスチャー初めてよって感じなぐらいゼリーみたいな感じ、なんかこんな感じなんですけど、これは特別ケアとして使ってます。なんて言うんだろう、プルッとしたテクスチャーですね。ヨーグルトのめっちゃみずみずしいバージョンみたいな、なんだろう、ゼリーヨーグルトみたいなテクスチャー。めっじゃあこれも水分ですね。はい、これも保湿です。洗い流さなくてもいいスリーピングマスクで、寝る前にこれを肌に塗って寝るんですよ。そしたら次の日の朝、焼きたてのパンみたいに肌がちょっと肌が前にふっくらしてるんですよ。本当に嘘じゃない。特別な日の前夜、絶対に化粧崩れてほしくない日の前夜はこれを使ってます。で、あと1個忘れてた、これですね、ラネージュのスリーピングマスク。これはね、肌の治安が悪い時に使うんですけど、これもね洗い流さなくてもいいクリームでして、こんな感じ。これもねこってりめのテクスチャーですね。スリーピングマスクなんですけれども、まあ歯科成分が入っているのと、まあ寝ている間に肌を保護してくれながら肌を保湿して歯科成分で鎮静してくれるっていう点がお気に入りで使っています。スキンケアはこれだけなんですけど、美容機器も結構いくつか使い分けてて、欠かせないのが、まあ、スチーマーですね。スチーマーなんか私 4,5 個ぐらい持ってるんですけど、最近安定で使ってるのがヤーマンのスチーマーを使ってます。こんな感じでいろんなモードがありまして、あったかいスチーマーとしても使えるし、冷たいミストが出てくるモードもあるんですよ。なので他のスチーマーと比べるとかなりいろんな種類があって、まあ、毛穴引き締めモードとかもあるので楽しく使ってます。最近めっちゃハマってるのがこのリファで、私さ、クマ結構すごいじゃないですか。だからちょっとね、目の疲れをねどうにか改善できないかなと思って、このリファのね目元専用の美顔器を使ってます。これすごいんですよ。ここのボタンを押すと赤くなるじゃないですか。でもう一回押すと、音聞こえるかな、ブーンって言ってるんですけど、振動がね来るんですよ。これね15秒ぐらいするとこの先端、ここがねすごいあったかくなってきて、こうやって目元部分をスライドさせながら、時間が来ると電源がピタって落ちるので、電源が落ちるまでの間こうやって目元を温めて血行を良くしています。これするとね本当に疲れが取れるし、目元のむくみも取れるので、目がねパッて大きく見えます。なので寝る前のね疲れ取りとしても使えますし、まあ、メイク前にするとね目も大きく見えたりもするので、結構朝夜で使ってることが多いですね。で、ここ鼻の横部分って老廃物が溜まってるんですよ。だからここもねピンポイントで温めてあげて、老廃物を流すようにこうやって使ったりもしてますね。で、これおすすめの使い方で書いて
てあったんですけど、唇をね温めるとすごいふっくらして乾燥も防げるそうで、これをね唇にし始めてからすごい調子いいです。最近はもうチェンソーマンを見ながらね、こうやって唇を温めてながら美容をやっております。プレゼントとかであげたら喜ばれそうだなって思います。終わりかな、もう漏れはないと思うので終わりです。いかがでしたでしょうか。私のね過去の YouTube ぜひ見てほしいんですけど、メイク前肌がすごい荒れるからカンカンで肌を冷やしたり、結構肌荒れ具合、肌の弱さレベルがやばかった。本当にいろいろ試してよかったなって思います。ちなみに美容医療今全くやってません。皮膚科も通ってません。なんだかんだ美容医療もすごい大事だけど、日々のスキンケアの重要さに気づかされましたね。まあちょっと高いものもあるんですが、ぜひぜひ皆様も試してみてください。メラノ CC 使ってないですかって言われそうなんですけど、メラノ CC は朝使ってます。レチノールとビタミン C っていうのが一緒に使ってしまうとかなり相性が悪い成分らしいので、使い分けるならば夜レチノール、朝ビタミン C が理想的かなって言っていました。まだまだ目標まではね程遠いですし、改善点もたくさんあるんですが、ここまでね綺麗になったのも頑張ってきたからで、何かね敏感肌さん、乾燥肌さん、肌荒れやすい方の参考になったらいいなと思います。そして今月分のプレキャンに関しては概要欄に記載してるのでぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。